クレンデリウスは、ジュラ紀後期キンメリジアン紀からチトニアン紀にかけて、イギリスとヨーロッパロシアに生息していた、オフタルモサウルスカプラキプテリギウス赤に属する巨竜の属。プラキプテリギウスのシノニムとされているが、独立した属とする説も存在する。模式種であるクレンディリアスモーダックスは、イングランドのキンメリジクレイから発見された、同じ個体のものと考えられる。 大骨格要素を有する完全な頭骨、キャンザム J68,516 に基づき1976年に記載された。種屋族が独立していることの証拠には化石の差異が不十分だったため、後にブラキプテリギウスに再分類されることとなった。ロシアのソイボルガ連邦管区に位置するウリアノフスクのジュラキ後期チトニアン期にあたるスドシシアゾーンから出土した。 単一の模式標本に基づいて、エフィモフは1998年に新たな魚流オチェビアスドシツカを記載した。後に、アークンジェルスキーはロシアのサラトフに存在するシトニアン紀の地層から、ブラックペプタージアスズラブリーバイを1998年の論文において記載し、オチェビアスズラブリーバイに再分類した。マイシュトマッキーは、 ロシアで発見された2種は互いにシノニムであると考え、ビースドシスカとして、ブラキプテリギウス族に再分類した。公衆てクレンデリウスとオチェビアは、ブラキプテリギウスのジュニアシノニムと考えられるようになった。2001年には、ロシアのジュラ機構機の地層からアガンゲルスキーが、オチェビア・アレクジービを命名し、マッコウアンと、 モタニ・リョウスケは2003年の論文でこれらのロシアの種をブラキプテリギウスの有効な種である B ・エクストリーマスのジュニアシノニムとして扱ったが、マイッシュは2010年の論文でこれらの種を B ・モーダックスと共に B ・エクストリーマスとは別の種としている。2015年に発表されたアーカンゲルスキーとステンシンの新たな論文ではグレンデリウスとオチェビアは ブラキプテリギウスの模式種のシノニムではなく、プラティプテリギウス赤において、ブラキプテリギウスよりもプラティプテリギウスに近縁であると、されている。ありがとうございます。